はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはじめに、はい、チーム名と監督さんのお名前を教えてください。はい、西田山パワーズ、新宿区ですね、新宿区西田山パワーズ、堂畑雄一と申します。低学年の監督をしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。普段の練習場所というのはどちら？普段の練習場所は、はい、主にこちらの方の西田山球場があって、ここの裏に公園があるんですけど、はい、こちらの方で朝から朝ですね、朝7時から、まあ、昼の1時ぐらいまでやってます。はい、はい、ありがとうございます。ちょうどあれですね、後ろ向こう反対に、はい、山手線が走って、そうですね、なので練習の時声がやっぱ聞こえなくてですね、はい、なんか結構怒鳴らなきゃいけないっていうのがあって、マスクしてるからなかなか難しいです。監督さんになられたいきさつを教えてください。監督になったいきさつは、はい、まあ、上の子がもともとここのパワーズの今大学2年生なんですけど、はい、やってまして、その関係があってコーチをやっていて、それで、まあ、家族との、まあ、コーチ陣との打ち合わせの中で決まったっていう感じです。はい、はい、分かりました。最近の成績を教えていただけますか？最近の成績はですね、はい、なかなか公式で勝てないんですけど、先月やりました試合に1勝しました。はい、はい、おめでとうございます。チームのスローガンって何かありますか？チームのスローガンはやっぱ全員野球、やっぱベンチにいるや、まあ、選手だけじゃなくて、まあ、グラウンドにいる選手だけじゃなくて、まあ、みんなで野球をやるっていう、まあ、気持ちでやってます。はい、ありがとうございます。月々の部費というのはいかがですか？月々の部費が、はい、月々が2500円で、あとそれに合宿を毎年8月にやっているので、合宿費が2500円、トータル5000円です。はい、普段の練習時間というのは大体どのくらい？練習時間は大体7時から1時までここあるんですけど、はい、低学年と高学年2チームあるので大体半分半分ですね。3時間3時間で、まあ、練習しています。ちょうど今低学年終わったって。そうですね、低学年終わって今高学年ちょうど今時間帯に変わったっていう感じです。はい、ありがとうございます。はい、合宿とかはされてるでしょうか？合宿されても毎年、今年はまあ、4年生以上だったんですけど、はい、で去年はちょっとできなかったんですけど、大体やってますね。どちらでですか？結構いろいろ変わってまして、前は、はい、茨城だったんですけど、で今年は千葉の銚子の方にありまして、そちらの方でやりました。はい、ありがとうございます。チーム独特のなんか練習とかは？チーム独特の練習ってのは基本やっぱり基本を大事にするっていうことで、別にスーパープレーとかを目指すんではなくて、基本的な正面の方にボール来たら、その正面、それを確実にやると、そういう、まあ、練習を主にやっています。はい、ありがとうございます。チーム出身でですね、はい、高校とか大学で活躍されている選手はいらっしゃる？はい、もうだいぶ前なんですが、はい、横浜ベイスターズに吉原選手っていう方がいて、はい、その方が西田山パワーズ出身ということで、はい、はい、頑張ってもらってました。はい、ありがとうございます。体験参加なんですけども、はい、体験参加ってどういう形でやられてるんですか？体験はここで日中土日やってるので、はい、まあ、ここのひょっこり来てもらったりとか、はい、あと月1回あそこにある西田山小学校で、はい、ワクワクタイムっていうのがありまして、はい、そこで大体10時から12時までグラウンドっていうか学校を使ってやるので、そこで参加してもらったりとか。どうですか、例えば子どもの集まり具合って？結構ですね、参加チームに入るかどうかは別として、はい、参加する人は結構多くて、はい、やっぱ野球やりたいとか、やっぱ体を動かしたいっていう子は多いんだなって思いますね。はい、なんか例えば、はい、ホームページとかでも募集されてるんですか？ホームページもやってるんですけど、なかなかホームページを見てっていうのはなくて、はい、あと一応チラシを町内会さんとかにお願いをして、まあ、各なんか掲示板とかに貼らせてもらったりしたりとかして、まあ、なんか集めてるって感じですね。今日先ほど低学年の練習見させていただいたんですけども、はいはい、新造新党の帽子 のパッドをされてるんですけど、そうですね、新宿区はそれ義務になってまして、必ず練習の時もつけますし、あと試合の時もユニフォームの下に、まあ、つけるってことになってるので、まあ、毎日必ずつけさせるんです。はい、はい、ありがとうございます。監督さんをされてて良かったことってのはどういうことですか？良かったことは、ね、やっぱ選手が上手くなってくるのを見てると、はい、やっぱすごい やって良かったなってやっぱ思うんですよね。でただなかなかやっぱり低学年ってなかなか上手くならないこともあるので、それをどういうふうにやっぱ教えたら子どもたちに分かってもらえるのかなっていうのをやっぱ考えるのをやっぱ結構苦労するかなって感じで、まあ、日々努力してます。なんか悩んでることとか？悩みっていうよりも本当になんかなかなかできるようにならない子もいる中で、じゃあこの子はできるようにするにはどうしたらいいのかなっていうのは悩みながら、やっぱり練習メニューを考えたりとか、やっぱ練習方法を考えたりとかしてます。
最後の質問なんですけども、はい、監督さんをこれからですね、はい、どんなチームにしていきたいとか、そういう夢みたいなのは。そうです、まあ、夢というか、はい、やっぱり失敗を恐れない、はい、一生懸命やれる子に育ってほしいなっていうのがあって、はい、やっぱ練習の時からやっぱ消極的になっちゃうと、はい、試合もどうしても消極的になっちゃうので、はい、もう練習の時から積極的に前で勝利するんだったら前で勝利するで、一生懸命走るときは次の塁を狙ってどんどん走っていく、はい、まあ、失敗を恐れないっていう、そういうチームにしていな、はい、したいなと思ってます。最後一つ聞き忘れたんですけど、はい、皆さんこう卒業されて、はい、野球を続ける子どもたちは多いんでしょうか。多いですね。多いです。去年も卒業生が6、7人いたんですけど、一、はい、人だけですね、野球をやめた子もいるんですけど、ほとんどが野球をやっ続けています。どういうルートで続けてますか。まあ、このチームの、はい、地区で軟式野球チームがあるのと、あとはやっぱり先輩が入っているところにそのまま入っていくとか、はい、軟式のクラブチームが、はい、その公式のクラブチームが、多分中学の部活ってのあると思うんですけど、はい、どちらが多いですか。ですね、公式に行くのが半分、軟式行くのが半分で、だいたい中学野球っていうのはあんまりないですね。だいたいクラブチーム、地元のクラブチームか、はい、公式のちょっと練馬とかあっちの方のチームに入るっていうケースが多いです。はい、はい、今日またこれから今日もなんか先ほどあとお聞きしますけど、はい、ラスター試合が、はい、そうです、ラスター練習試合ありまして、はい、これからまだシーズン長いと思いますので、はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。